毎日コロナの感染者の数が増えた。そのために、営業時間の短縮、こういう場当たり的な、緊急政治政策というものを、まあ毎日日替わりメニューのようにコロ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 と変わる。かつては GoTo キャンペーンだといって旅行しなさいとトラベル、さあ外食しなさいと、今度は時間を短縮してくれと、なんと考えてるのか、一体民間経済を。商売人の身になってみろ、商売人の。中小企業、零細企業の毎日の売り上げを勘定して、やっと経営のギリギリのところで支えている何百万人、何千万人という中小企業、零細企業の経営者の身になってみろ。一切そういうこと考えずに、感染者数の数ばっかり毎日勘定して、その経済的打撃を受けて、被害を受けて、一家心中してる、自殺をしてる人の数の方が、毎日増えてるじゃないか、多いじゃないか、コロナよりも。コロナは医療の問題、経済は経済の問題。だから医療の問題を全部優先して経済を後回しにするのは良くない。だから幸いにも日本は感染者数が少ない。台湾、日本、韓国、これはそれだけの日頃の食生活や生活習慣のおかげで、他の民族よりも免疫力が高いことが証明されているわけ。おそらく同じ菌でしょう。なぜアメリカとヨーロッパと日本を比べた場合に、日本人はやはり免疫力が高いということ。台湾も。なぜ共通しているところはお茶ですよ、お茶。コーヒーと紅茶を飲む国と、やはり抹茶だとか、煎茶だとか、玉露だとか、このお茶を飲んでるこの国の感染に対する抗体は強いということ。そこで昨日も言ってるように、氷水さえやめたら、感染者は3分の1に減るだろう。氷水は、やはり、一番良くないんです。免疫を下げるんです。だから氷水をやめて、そしてできる限りの病気を減らして、精神の安定を図り、よく寝れば免疫力はどんどん高まっていって、風邪もひかなければインフルエンザにもならない。私は、5、6歳の時からそういう生活を、今日80歳になるまでずっと続けてる。一日も私はゆっくり寝たことは、朝ゆっくり寝ることはない。早寝早起きを続けてきてる。そして腹8分目を、まあ20代の一時期を省いては、腹8分目できた。まあ今は1日2食、腹8分目。
それでもこうして働けるわけですよ。いわゆるリセベラトロールという、リセベラトロールというのはユダヤ人社会の人はみんなこれ食べてる。彼らはこのミトコンドリアを活性化する方法を知ってるわけ。体中の細胞の中でに60兆個の細胞の中に2000、3000の含まれているミトコンドリアを、これを刺激与えるのがサーチュインという酵素です。そのサーチュインの酵素を作るのがレスベラトロールだ。これは野山にある板取り、関西ではスカンポと呼んでる。この植物から取れるわけ。もちろん赤ブドウの皮にも入っている。そういうものを摂取してですね、免疫さえ高めておけばコロナにならないんです。インフルエンザにならないんです。他のあらゆる病気に対しても抗体が働いて、免疫力によってそれは解決するわけ。病気になりにくい免疫力を高める、その体質を作るという。これをなぜやらないんだよ。時間短縮しろ、営業をやめなさいの前にまず氷水を廃止命令出せ。氷水の廃止命令出してから時間短縮ゆえ、根本的なことを忘れて、そのままそのままのバータル的な、すべて中小零細企業に負担を背負わす。いい加減にしろ、菅内閣。だからお前は非常時の総理には向かない。もちろん安倍もそうだけど。みんな右往左往してるだけで何の指示もしねえんじゃねえか。非常事態の時には。全く役に立たない。ああ、もちろん菅だけじゃなく、非常事態で役に立つような議員は、小川淳也以外おらんと思うわしゃ。的確に判断して的確に指示出せる。情勢判断ができる人間。みんな毎晩夜遅くまで、赤坂で芸者あげたり、銀座へ繰り出してホステス相手に、遊んでる。そんな議員に非常事態に対する的確な戦略を打ち出せる人間がおるはずがないでしょ。毎晩お堂まで不倫に明け暮れてる人間が何ができるか一体。だから中途半端なことばかり繰り返して、結局混乱を招いてるわけですよ。だから私が言うように、まず免疫力を高める。一切日本人はいかなる感染が来てもウイルスが来ても跳ねのける。この強力な免疫大国を作ったらどんなウイルスをばらまかれても、びくともしない国になれる。だから今の中小零細企業をいじめるような創業時間を短縮しろと。夜稼ぐんじゃないか、飲食業は。ランチは安いんですよ。夜は高く取れるわけ。夜の売り上げで飯食ってるわけだ。ランチはサービスですよ。ランチサービスで夜稼ぐ。夜8時までやったら誰来るんだ、客が一体。8時で店閉めろじゃ。ラストオーダーが6時半じゃない。食べるのにやっぱ1時間時間置いとかなきゃいけない。ラストオーダー6時半で誰が食べに来る一体。私はもう全国の中小零細企業の飲食業関係者に、守る必要はない、堂々と
胸張って、ね、10時11時までやってください。ただし一切氷水は禁止です。氷水を出さない店は12時までやってよろしい。私が総理の場合はそう言います。氷水をやめろ。これはコロナだけじゃなくインフルエンザもその他あらゆる病気に対して強い免疫力でこの病気を防ぐことができる。医療費は20兆円で収まる。もちろんそれでは困るのは製薬会社、薬の売り上げが減っちゃうから。だから製薬会社は氷水飲め氷水飲め言うんだろう。病気を作ることを一生懸命考えてるのが厚生労働省。そして病気になった人を薬漬けにしちゃう。そしてそれを健康保険で払う。これが今までの日本の医療対策、医療戦略だったわけですよ。これを根本的に入れ替えなければダメです。だから企業は合理的にみんな考えてやってるわけだ。国はとんでもないことを調整してやらすわけ。だから国というのは必要ないという時代がもうすぐ来ます。国がなくなってジャパンコーポレーションが国に代わって政治をやる。国をまとめるのは民間人の力でやっていく。選挙で選ばれた中途半端な2世3世の政治家じゃなく経営で打ち勝った、この経営の合理化を国全体でやれるような人が国の長になって社長になって、日本株式会社がこの日本をきちっとまとめる、この時代が来ます。アメリカもそうなるでしょう。ユナイテッドステートコーポレーションもできてます、ワシントンに。イギリスもシティオブロンドンコーポレーションになるでしょう。全部国は民間コーポレーション、民間企業が管理する時代が来ます。そうなれば、氷水もやめるでしょう。合理的な医療政策が行われるでしょう。教育も変わるでしょう。そういう意味で、もう本当に後手後手後手の場当たり的な今の対策、政府の対策、どんどん予算ばっかり作って何の効果もないばらまき政策、一日も早くこれを切り替えない限り、いずれ国は潰れるんだからいいというわけじゃないんだ。国の抱えた借金は民間企業の時代になってもこれはやっぱり返さなきゃいけない。かつて我々が100年前150年前に始めた日清戦争日露戦争の武器を購入した借金を戦前も戦後も続けて払い続けて、やっと終わったのは、あれ80年ローンか100年ローンか知らんが、1980年内をまで払い続けてたんですよ。だからいろんな意味でですね、国民はいろんな付けを払わされているんです。だから原子力発電の、いわゆる、この、使用済み核燃料の最終処理場を作るためのお金、これは日本原子力発電環境整備機構という団体が1992年からずっと電気代で集めてるわけ。
これで90年代、2010年、2020年、30年間、電気代に、全国の電気代消費量による入ってるわけ。それみんな知らずにみんな電気代払ってるわけ。莫大な今何兆円という金が残ってます。未だに作らない。今北海道の函館の上の方でやるやらんで今揉めてますけれど。その金でまた、芸者ハウス、酒女、そして肉団と、主治肉林の生活を、その積み立て金を使って遊んでるバカがおるんだよ。もちろん国会議員でもおる。まあ、あらゆるこの今の政治というものは、無駄だらけ。親方日の丸。だから107兆円なんです。私が国を治めたら50兆で治める。だから民間政府を一日も早く作って、世界のワールドグレートリセッションの前に先駆けて日本が民間株式会社による国家運営をやればいい。